以上で鷹匠体験のコーナーは終了でございます。今手を挙げてくださって鷹さん申し訳ございません、終了でございまして、いよいよ実演の締めくくりとなります大鷹の飛び流しというものをご披露したいと思います。披露しますのは田子守鷹氏と大鷹でございます。こちらは実際の鷹狩りを想定した仕上げの訓練でありまして、鷹の目の前から急に飛び出した獲物に対して鷹匠が阿吽の呼吸によって鷹を押し出すようにして放ちます。これを合わせと言います。日本の鷹狩りの特徴の一つはこの合わせによって、鷹と鷹匠が一体になった動きを追求するところにあります。これによって鷹匠は鷹に初速をつけてやることができ、鷹も獲物の取り筋に合わせて追うことができます。実際の狩りにおいてこのような陣容一体となった動きを取ることは非常に難しいものではありますが、このために鷹匠と鷹は日々訓練を行っております。予備校の合図とともに、舞台中央茂みのなっております中にございます包丁機より鳩を、飛び出させて、鳩が飛び出します。それではお願いいたします。見事に決まりました。ありがとうございます。ちょっと勢い余ってネットに衝突してしまいましたが、見事に鳩を捕らえることができました。以上で大鷹の飛び流しを皆様ありがとうございました。以上で実演を終了とさせていただきます。門下生は大丈夫でしょうか。皆様整列をお願いいたします。本日はお正月、1月3日という日の中で、最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。私ども、諏訪流法要術保存会は日本の歴史ある鷹狩り文化を伝承するため、今後も努力してまいりますので、どうぞご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。それではこれより鷹と門下生が皆様の近くまで伺いますので、写真撮影ご質問などございましたら